はい基本まー土曜日のね午前10時ですね今日はね弟の作業所がお休みということでグループホームにね行けば会えるということでね久しぶりに行ってみきましたね特にね用事があるというわけじゃないんですけどね顔を見に行ったっていう感じですかねその代わりにねマックスバリューに寄ってますここのマックスバリューはですね えーまあ、僕の家の近くにあるマックスバリューにね、ちょっとね、物、えー、が安いということでね、えー、よく行くんですけどもね、えー、最近はね、ちょっとね、物価高ということでね、あまり安くないんですけどもね、それでもね、えー、まあ、えー、買わないとご飯が食べれませんので、えー、ちょっと買っていこうと思います。ということで、えー、行ってきます。はい、えー、買ってきましたね。 まず、最近よく買うバタークッキーですね。これが87円。そして、春キャベツですね。97円。えっ、ー、と、餃子ですね。丸松の餃子。こちらが、ね、税抜きで238円だったかな。あと、なしめじ。これ結構大きいですけど、98円。2パックセットになってますね。あと、バナナが97円。 えー、バニラヨーグルトが98円。で、バターロールですね。こちら。えー、こちらが88円の2割引きかな。で、最近またよく買うようになった柿の種ですね。マックスバリューのブランドのトップバリューのやつ。えー、これがね、148円ということでね、味もね、そんなにあのカメダの柿の種とね、あんまり変わらないんで、こちら最近よく買ってますね。えー、148円か。はい。 ということで、えー、現場からは以上です。はい。えー、基本一人です。いつもありがとうございます。えー、午前、えー、平日の午前10時ですけどもね、えー、次男の病院ですね、統合市調所で入院してる、えー、病院のね、えー、駐車場にいます。だいたい5日に1遍ぐらいね、差し入れをしてるわけですけど、今回はね、こちらですね。えー、銀チョコバニラっていうね、 これも昔からある菓子パンですね。なんかねん、中学か小学校ぐらいの時にね、こういう感じの菓子パンが現れたんですね。周りがね、こう、チョコがコーティングしてあってね、中にクリームがサントされてるっていうやつですけどね、これ初めて食べた時にね、本当にこの、究極に美味しい菓子パンだなと思ったのを覚えてます。まあ菓子パン、所詮、まあ、お菓子なわけですけどね、まあ本当にあの、 こういうの出た時はね、ちょっと衝撃を受けましたね。えー、ということで、えー、ちょっと弟に、えー、差し入れをしていきます。はい。えー、弟のとこ差し入れしてきましたね。えー、変わりないですって言われました。えー、ちなみにね、弟はね、えー、まあ、 病気になる前はね、結構野球が好きだったりだとかね、えー、僕と一緒でね、音楽が好きでね、ビートルズなんかもね、聴いてたりしたんですね。えー、ところがね、まあ病気になって、えー、特にあのー、年取ってからですね、割とね、あのー、外に対する興味っていうのがね、すごくなくなって、 えー、入院する前からですけどもね、あんまりあの、野球が好きって言ってもね、えー、野球のテレビ中継っていうのをね、集中して長時間見れないということでね、まあ、野球見るとしたらね、ダイジェストみたいなやつで、10分ぐらいのやつはね、結構見れるんだけどね、なんか熱中してね、えー、1時間、2時間野球中継を見るってこともできないし、えー、音楽なんかもね、えー、あまり調子が良くない時は、ここ、結構、聞けないというかね、 で、調子が悪くなりすぎちゃってね、鬱とかそうとかありますけど、そう状態になるとね、なんか音楽をガンガンかけてね、深夜にね、母親がね、迷惑だって喧嘩になったりとか、そういうこともありましたけどね、通常はね、あまり音楽もね、聞けないような状態で。えー、じゃあ何してるかっていうとね、割とあのー、まあ、要するに、ぼーっとしてるっていうかね、えー、その辺を歩き回ったりとか、えー、廊下を歩き回ったりとかね、えー、そんな状態みたいですね。 だからね、唯一の娯楽がね、お菓子を食べるとか、おやつを食べるということになってきます。え、それでまあね、えー、まあこういうあの、流行り病がね、ある前はね、えー、まあ、付き添い付きでね、コンビニに入院してる、付き添い、入院してるわけですから、看護師の方と付き添いでね、え、コンビニに行ったりっていうこともね、一週間に一回ぐらいはしてたみたいですけど、え、今みたいな状況になるとね、どうしてもまあ、 えー、まあ、差し入れに頼らざるを得ないみたいな。その差し入れもね、やっぱ制限があってね、えー、一回の差し入れがね、えー、一食分しかできませんよっていうことなんでね、えー、毎日食べたかったら毎日家族が差し入れしなきゃいけないっていうことになるんだけど、そうもいかないからね、五日に一遍ぐらいこんな感じで来てるっていう感じですかね。まあ、とにかく唯一のね、楽しみで、なんか、あの、看護師の方も言うんですけどね、お兄さんのね、あの、差し入れのね、 お菓子とかパンとかね楽しみにしてますよって言われるもんだからまあ僕もそれを励みにねこんな感じで来てるっていう感じですかねはいはい基本一人ですいつもありがとうございます、えー、業務スーパーの駐車場にいます、えー、今日三月ね一、えー、日初日ですけどね 朝新聞広告を見たらですね、こちらの広告が入ってました。業務スーパーのね、3月、えー、ずっとやってるね、総力祭ということでね、えー、ちょっと3月はね、えー、こちらの裏表に書いてあるね、商品が、えー、ちょっと安くなるわけですね。えー、それでまあね、ちょっとね、えー、買ってみようかなっていう、えー、思ったものがあったんで、えー、買いに来ました。 はい、えー。買ってきましたよ、えー。まずね、業務スーパーの隣の八百屋ですね。えー、こちらの八百屋も安いんで、えー、こちらの業務スーパーはね、野菜扱ってません。隣に八百屋があるからね。えー、ちょっと、長ネギですね。こちら、えー、50円のやつを2つ買いましたね。そしてね、これが安かった。かなり大きなトマトなんですけどね。 4つで300円のやつが半額ですね。えー、まあ150円ぐらいでしょうか。ちょっと下を置いておこう。で、これが今日買った業務スーパーの、え、やつですけどね。えー、まずね、鶏の竜田揚げっていうね、唐揚げとどう違うのかちょっとわかりませんけど、1キロ、498円かな。 あとは、えー、ポテトサラダ。こちらはね、セールじゃないですけどもね、えっ、ー、と、389円とか、それぐらいだったような気がします。えー、あと、このラップですね。もう本当に 10,、えー、10年ぐらい使ってるこのラップ僕好きなんですけどね、すごく貼り付いていいんですね。これが、えー、まあ30円ぐらい安くなってね、198円。えっ、ー、と、パウンドケーキですね。こちらも安くなって148円。 えー、こちらは正規のいつも買う、えー、モカブレンドの豆ですね。粉になってないやつです。えー、こちらが、えっ、ー、とー、まあ、400円ぐらいでしょうかで。あとはね、最後はアリョンカのビスケットですね。えー、オリジナルをいつも買います。このオリジナルのやつね、98円なんですけどね、20円安くなって、え78円ですね。 こちら、ロシア製のビスケットということでね、えー、今話題ですね。悪い意味でね、えー、ロシア製です、えー。まあ、今なんか、えー、ロシアもね、経済制裁受けてて、えー、ルーブルが下落してるっていうことなんでね、ひょっとしたらね、えー、1、2ヶ月後もっと安い値段で売られてるかもしれませんね。なんてそんなことも考えながら、えー、現場からは以上です。はい、基本一人です。いつもありがとうございます。 え、アマゾンでね、ついに買っちゃいましたね。えー、何を買ったかというとね、Bluetooth のステレオのスピーカーですね。えー、まあ、ちょっと、この部屋にはね、えー、パソコン用の小さなね、ステレオスピーカーしかなくてね、音楽をね、まあ、あんまり最近音楽は熱心に聴いてないんですけどね、えー、聴いてなくて、それぐらいしか聞くやつがなくて、音量がね、かなり小さいですね。で、低音が出ないということでね、えー、まあ、ちょっと、 でアマゾンでね、前からちょっと、えー、これがいいかなと思ってた。アンカーっていうね、中国の,あの、えー、メーカーで有名なメーカーがありますけども、そちらのね、商品をですね、買いました。じゃーんということで、これですね。まあ大きさはちょっとね、ラジカセよりもちょっと小さいぐらいな、えー、感じかな。 えー、実はこれいろいろアンカーもね、いろんなあの商品があってね、た、え、い、ー、これよりもね、えー、小さいやつで3000円とかね、5000円とか、えー、売ってるんですけどね、これはちょっと、えー、その中でも小型のスピーカー、Bluetooth のスピーカー、ステレオのスピーカーね、えー、中でもね、大きい方ですね、えー。重さも1キロあって、出力もね、3 0ットということなんでね、ステレオなんでね、1 5五1 5トあるということで、 なかなか、えー、いいんじゃないかなという。これぐらい結構大きな音が出るんじゃないかなということで。買いました。えー、アンカーのね、サウンドコアってやつですね。こういうやつです。はい。なかなかずっしり重いです。 思ったよりは小さいけど、かなり重いんでね、結構大きい音が出ると思います。ステレオでね。こんな感じです。ちょうどね、えー、ラジカセのスピーカーの部分だけをちょうど切り取ったぐらいの大きさなんでね、ラジカセよりも、まあまあいい音するんじゃないでしょうか。最近のね、あの、ブルートゥースの、えー、スピーカーってね、音がいいんでね、 えー、結構ね、期待してます。えー、僕はね、あの、車をね、は、あの、4ヶ月ぐらい前に買ったわけですけど、その時にね、えー、スマホの Bluetooth 使ってね、今はね、えー、ナビ付きのステレオですね、カーステレオで Bluetooth 飛ばしてるわけですけどね、その Bluetooth っていうのが今までちょっとね、音悪いんじゃないかなっていう結構ね、偏見があったもんだから、えー、なかなかあの Bluetooth のね、えー、製品って使ってこなかったんですけどね、 えー、そのカーセレオのおかげでね、えー、こういうのをちょっといいかなと思って。1万円ですよ、これで。えー、まあ JBL とかね、えー、いろんな Amazon でもいろんなメーカーのやつがあるんだけども。これぐらい出力がね、えー、30W ぐらいあるやつはね、えー、3万円とかね、えー、2万円とかするやつが多いんですけど。 さすがね、中国のアンカーっていうね、えー、メーカーなんでね、ちょっと1万円でね、この辺の商品が出てきて、重さもね、1キロぐらいあるからね、割としっかりしてると思います。はい、えー。僕のところにね、あるスピーカーっていうのはこちらですね。はい。これです、えー。このスピーカーです。これ1000円ちょっとぐらいのね、値段のやつなんですけどね。 結構音がいいって評判でね、えー、アマゾンでも結構買う人が多いらしくて、えー、こちらをね、ずっと使って音楽を聴いてましたね。えー、こちらの部屋に引っ越してきてね、えー、昔いたところからね、そろそろ、えー、まあ2年以上経つわけですけどね、これで音楽聴いてましたけども、えー、音がね、ちょっとやっぱ小さいということでね、えー、まあ、あのー、ついに買っちゃいましたという感じです。こちらですね。 はいなかなかいいですねこちらにボタンがいろいろついてますんでトリセツをね、えー、見ながら、えー、ちょっとねスマホの Bluetooth を飛ばしてね音を再生してみようと思いますえ付属品はねまず、えー、とこちらですね USB のね電源を取るケーブルですね タイプ C ですね。そしてね、こちらは直接ね、Bluetooth 以外でもね、えプラグを使ってね、ステレオの音声をね、えー、こちらのスマホから、こう、有線でね、つ、え、な、ー、ぐこともできるみたいです。まあ、これはあんまり僕、今回使うつもりないんですけどね、音が良ければ、Bluetooth のクオリティがね、えー、音質が良ければ、そのまま使いたいと思います。 あとね、取説がね、若干ね、不親切というか、えー、こんな感じのね、えー、なんていうんだろうな、イラストですね、えー。日本語も英語も中国語も何も書いてないね、イラストで説明してますね。でまず、電源を押すと書いてあるんで、ここですね。押しっぱなしにすればいいのかな、ついた。 音がしましまたねここに充電の扉というかねえまあ一応防水になってるんでここはアウトドアでね使う時に防水仕様になってるんでここはまあ割ときつくゴムでねこうパッキングがされてていいですねパッケージがえーあとはブルートゥースをスマホの Bluetooth をオンにしますね こちら、えー、ファーウェイのね、昔から使ってるやつ。最近はね、あの、YouTube の、えー、カメラとしては引退しましたけども。そして、まだ繋がってないな。ならんな。あ、こっちの設定してなかった、そういえば。スマホの設定をしするんだな、これ多分設定を。 出たね。ペアリング中。あ、できました。やっと、<laughs> こっちの設定するの忘れてましたね。うーん、どうかな。出ました。ちょっとね、音は聞かせれないんで、ちょっとどういう感じか後で感想を言いたいと思いますね。 僕のね、スマホの中に保存してあるね、ローリングストーンズの名版、レッド・イット・ブリードの第1曲目ですね。ギミシェルターをね、なんか聞きながらね、ちょっとね、気分がアゲアゲ状態ですね。まあね、若干ですね、ブルートゥースなんでね、音にちょっとね、なんて言うんだろう、霞がかかったように聞こえる感じもありますけどね、 えー、十分にね、楽しめると思いますね。えー、文句言,言ったらいろいろありますけども。えー、使った感じね大き、かなり大きな音が出ましたね。当然だけど今まで使ったスピーカーよりもね、かなり大きい音でね。えー、なかなか低音も出ますね、えー。CD ラジカセなんかに比べてもね、音がいいんじゃないかなと思うぐらい。えー、こちらのね、 アマゾンミュージックのね、えー、音楽を今聞きましたけどね、結構低音もしっかり出て、えー、まあさすがにね、あの、大型のね、ステレオのスピーカーと比べちゃうとね、えー、音は悪いですけどね、えー、ラジカセ、その辺のラジカセと引けを取らないようなね、えー、音なんで、かなり聞けると思いますね。あの、あまりあの、好みのうるさい人じゃない限りね、オーディオマニアじゃない限りは、結構、 楽しめそうです。これでね、値段がね、9999円ということで。まあ、ほぼ1万円の値段でしたね。で、まあ、末長くね、えー、使おうと思います。えー、充電もね、えー、とにかくフルで12時間使えるっていう感じらしいんでね、そんなに頻繁に充電しなくてもね、えー、結構使えるんじゃないかなと思います。もちろん、外に持っててね、えー、防水なんで、えー、そういう感じであのー、 ちょっとね、キャンプとか行った時の、えー、音楽聴きたいっていう時にね、聞けるんじゃないかなと思います。外でもね、結構起きを取って聞けるんじゃないかなと思いますね、これだとね、えー。なかなか楽しみな買い物ですね。買い物でした。これからちょっとね、音楽もね、もうちょっと、今まで以上に聞いていこうかなと思いますね。昔は本当にいっぱい長時間音楽聴いてたんだけど。 最近ちょっとご無沙汰でしたのでね、えー、なんかこれでちょっと楽しめれたといいなと思います。ということで、えー、現場からは以上です。